島根県の156人は、保健所別で松江82人、出雲50人、雲南6人などとなっています。感染発表の推移です。1週間前と比べると50人以上減っているものの、昨日から2倍以上増えました。島根県では、新たに1件のクラスターが発生です。 出雲市の学校で昨日までに関係者8人の感染が確認されています島根県でのクラスターはこれで221件となりました一方鳥取県の84人は保健所別で米子57人鳥取市18人倉吉9人です感染発表ののの、推移です。こちららもも週間前から大きく減っているものの 昨日からは30人以上増えています鳥取県では新たに2件のクラスターが発生です与那子工業高等専門学校ではおとといまでに関係者9人与那子市内の高齢者福祉施設では昨日までに利用者と職員合わせて9人の感染が確認されました与那子高専と高齢者福祉施設はともに先月末から休校や休止の措置を取っています 鳥取県内のクラスターはこれで131件となりました。